成田博之9月15日隊は、日本の声楽家、オペラ歌手、音楽教育者、演奏会プロデューサー、舞台演出家。1968年宮城県古川市出身。古川市立高倉小学校、古川市立古川西中学校、宮城県古川高等学校卒業。国立音楽大学音楽学部声楽科卒業。同大学院オペラコース終了。 二機会、オペラスタジオ終了。文化庁オペラ研修所、第十期終了。中村健、小川雄二、大賀博士に指示。文化庁派遣芸術家財外研修院として、イタリアボローニャにて、バリトンのパウロコーニの下研修を積む。2003年アテネで開催された、国際ミトロプロス声楽コンクールで、最高位入賞。入賞者記念コンサートと表彰式が、 ギリシャ国内でテレビ放送された。これにより、アテネ五輪の文化事業の一環として2005年、アテネのヘロードアティクス野外劇場でオペラ、エウメニデスにアポロ役で出演した。これまでオペラでは古典から現代オペラまで主要なバリトン役を数多く務めると、共にコンサートへの出演のほか、オペラ歌手による男性クラシカルクロスオーバーユニット、 ザ・ジェードのメンバーとしても活動している。また、音楽教育者としての更新の育成や、自らがプロデュースする公演の演出など幅広い活動を見せている。日記会会員。昭和音楽大学オペラ情報センターの記録などによる。文科生として、安倍大輔小野夏樹、海下智明、紺野霞古沢理人などがいる。2021年1月に、 YouTube 公式アーティストチャンネルを開設、同年4月より、ヒロチャンネルとして、毎月1日に動画を配信している。動画名は公式サイトの情報による。ありがとうございます。